はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。いやーもうね、春ですね。あったかくなってきて、もう夏ですね。夏だな。夏にはちょっと早いね。じゃじゃん、今日は粘土のご紹介、粘土のご紹介ですよと見せかけて、これですね、粘土じゃないんです、石鹸なんです。はい、こちら、ラッシュから出ている戦隊レンジャー青というものですね。なんとこちらですね、一つでボディーソープ、シャンプー、入浴剤が全部できちゃうということですね。すごい。そして一番の特徴は粘土みたいに遊べちゃうっていうポイントですね。まあ今回は青一色なんですけれど、いろいろな色を使って粘土として遊んで、そのままお風呂で使えちゃう、なんとも楽しいグッズですね。それで今回購入したこの青色はですね、カモミールとラベンダーの香り。まあこれの他にもですね、赤、緑、黄色とかいろんな色があって、それぞれね、別々の香りがして、すごい楽しい商品になってますね。じゃあ早速開けてみましょうか。うわ、すでに香りがしてくる。すごい。うわうわ香りが強い強い。これはもう香りでまず楽しめますね。これうわ結構ね、しっかり硬いけど、でもね、ほら形が変わります。おわほら、粘土っぽい。確かに。いきまーす。はい、まずはね、これちぎってみようか。うわすごいな、これ。ほいほいほい。さあ、芸術作品ができました。戦隊レンジャー聖金の作品をご覧ください。さあ、どうですか、どうですか。これ誰がどう見ても猫ですね。もうクオリティが高すぎて、もうどうしようっていうね、レベルですよこれは。さあ、こちらもね、もう100人が見て100人がもう人手と答える、そういったクオリティの、ものです。では実際にあと洗ってみましょう。では早速洗いますよ。さあ、人手でいきましょう。人手を濡らすよ。わっ、あっすごい緑だ。なんか、あ、見てくださいこれ、泡っていうか、ほら、すごいです。しかも完全水色。こんな濃い色の石鹸なかなかないんじゃないですか。これね、ただ粘土として形がすごいだけじゃなくて、泡立ちもしっかり、ほらすごい泡立ちもいいんですよ。これ手でやってるだけでこれだから、ほら、これ、ね、香りなんですけれど、ものすごい香りが強い。洗うとよりあの香りが引き立っていい気分になりますね。これはこれね、特にラベンダーの香りがスーッと強いかなっていう感じがします。うわー、素肌を、素肌を、うわー、ウォッシング。はい、洗い上がりはですね、あんまりキュッキュッキュッというよりは結構しっとり、うん、マイルドな感じですね。あと香りなんですけれど、香りは洗ってる最中はすごいすごいね、香りが強いんですけど、洗い上がって拭いた後はですね、そんなに強い香りが残る感じはしないです。まあ、こちらの戦隊レンジャーなんですけれど、ポイントとしてはまずね、粘土として遊べる、そして香りがいい、洗い上がりもしっとり。まあ、先ほども言ったんですけれど、他の色もいっぱいあるので、いろんな色をこう組み合わせていろいろ作ってみるっていうのもすごい楽しい遊び方だなと思います。それと以前に僕が紹介したラッシュのロックスターとスノータフィーというおすすめの石鹸の動画、まだ見てない方ぜひこちら見てください。さあ、皆さんもこの戦隊レンジャーを使って楽しいバスタイムを過ごしてくださいね。それではまた次回の聖金 TV でお会いしましょう。 See you next time。 いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。レギュラー満タンで勝ちました。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、チャンネル登録をすると最新動画が見やすくなります。まだ登録してないという方はぜひチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。YouTube